パラグライダー。パラグライダーは、スカイスポーツの一種。パラグライディングとも、この、スポーツの総称を、パラグライディング、飛行するための機体意識をパラグライダーと区分する、こともある。国際航空連盟のカテゴリーでは、ハンググライダーの一種に分類されている。パラグライダーの原型は NASA が開発した、宇宙船回収用のパラホイール、柔軟翼である。 1966年4月に三浦雄一郎が富士山での磁気格好を行った際、ブレーキとしてパラシュートを使用した映像が関係者の目に留まり、スポーツへの応用が考えられたという。スポーツとしてのパラグライダーは、1978年頃、フランスのスカイダイバーが山の斜面からスクエアパラシュート、四角いパラシュートで降りたのが始まりとされる。 日本で普及し始めたのは1986年から、当初は滑空性能が低く、スキー場のゲレンデを斜面と平行に滑空を楽しむ程度のもので、飛行時間にして約3から5分程度であった。日本のファルフォーク社が楕円翼を採用して飛躍的に性能向上を図ることに成功して、ハンググライダーのようなソアリング、上昇気流による長時間フライトが可能になった。 その後、各社とも研究が進み性能の向上は続き、現在では一般のフライヤーでも2から3時間の在空や地上を2000メートル程度までの上昇ができる。1988年に NHK 教育テレビでパラグライダー講座が放映され、一般に知られるようになった。1992年12月28日に日本人パイロット峯岸正弘が 南アフリカ共和国クルマン地区において当時都市は驚異的な 263.18km の直線飛行に成功し世界記録を樹立した。1995年にはパラグライダー世界選手権が福岡県北九州市の平尾台で行われ、日本チームは地の利を生かし5位に入った。競技者人口が1万人を超えたあたりから、 スカイスポーツというジャンルが確立されたとみなされ、国民体育大会の競技種目に加わった。2008年から新たな取り組みとして、アジアオリンピック競技会、日本オリンピック委員会と連携しオリンピックの正式競技種目に向けての働きかけが進められている。その一環として、アジアオリンピック評議会が主催する2008年第1回、バリ、インドネシアアジアビーチ競技大会で、 競技種目に加えられた。2010年現在、北海道から沖縄まで、約100カ所のフライトエリアと1524人、2010年度、JHF フライヤー会員登録者、正式登録数の愛好家がいる。パラグライダーの国際的な統括は、国際航空連盟の機関である、ハングライディング及びパラグライディング委員会が、当たっている。日本では、 現在、公益社団法人日本ハングパラグライディング連盟以下 JHF が統括している。JHF は、かつては一般財団法人日本航空協会内の分科会であった。パラグライダーが日本に紹介された初期段階、1986年からパラグライダーの発展と普及に寄与するとともに安全性向上を目的とした指導員の育成。 国際統一された適正技能賞の発行及び第三者賠償保険制度を目的とした JHF フライヤー登録制度などの環境整備が行われた。日本のパラグライダー団体としては JHF の他に特定非 AD 活動法人日本パラグライダー協会以下 JPA という独自に考案した公衆制度により活動する団体が存在する。 2003年より活動を開始し、会員数は約1000人程度、JPA エリアで有効なオリジナルライセンスを発行している。国際航空連盟や日本航空協会及び JHF といった団体との関係はない。JPA の詳細はウェブページを参照されたい。JHF と JPA の主な違いは、JHF ではパイロット賞取得後自由に、 日本各地のパラグライダーエリアに行くことができるが、JPA ではスクールの許可が必要な点である。大会については JHF では適切な技能賞があれば参加できるのに対し JPA では技能賞とは別にスクールの推薦状が必要となる。パラグライダーは国際航空連盟ではクラス3、ファイサブクラス O-3 合成の一時構造を持たないものの、 ハンググライダーに分類されており、装備重量は 20kg 程度で、人間一人の力で持ち運べる。パイロットは、ハーネスという装備に座り、左右の操縦柵を手で操作して滑空する。パイロットは、まず風に整体して、翼を地面に広げ、向かい風で翼を真上に上げ、滑空状態にしてから離陸する。機体から6対1から10対1程度の滑空比が、 斜面の傾斜より浅いため数メートル程度の助走で離陸する。上昇気流を利用しながら飛行を楽しんで多くの場合は山のふもとに用意してある着陸場に着陸する。巡航速度は時速3 6トル程度。時速2 0トルから時速6 0トル程度。待機速度の速度域で飛ぶことができ。着陸の時は着陸場近くで高度処理をし、 着陸点、ターゲットへ、向かい風の元フレア操作とともに、足から降りて着陸する。飛行には、気象条件が大きく影響し、雨の時、風速秒速6メートル以上の風が吹く時、離陸上正面からの風が入らない時、気流が大きく乱れている時などは離陸しないよう、指導されている。日本の航空法では、航空機ではないため、国家資格は必要としないが、 民間航空規約では航空機とされ、単独飛行に際しては技術と知識が必要なため、スクールやクラブに入り、飛行技術と航空理論、放棄及び気象学の教習を受ける必要がある。実際に管理されたフライトエリアにおいてフライトするのには、JHF が発行する技能賞、パイロット賞とフライヤー登録、第三者賠償責任保険が有効でなければ、 フライトすることはできない。おおむね運転免許証と自賠責保険の関係のようなものと理解してよい。また、海外でのフライトを行うには、国際航空連盟が発行する一品技能証が必要となる。日本国内では、航空法に基づき、ハンググライダー、またはパラグライダーを飛行させる空域によっては、飛行させることが禁止される場合、または飛行させる場合に事前に、 国土交通大臣への届け出が要な場合がある。また、小型無人機等飛行禁止法により、国の重要施設等と周辺の上空は飛行を禁止される場合がある。JHF は、レスキューパラシュートの正しい使用方法、ハーネスへのセッティング方法、リパック方法を普及させるためにレスキューパラシュートに関する技能認定証を発行している。技能検定会の受験資格は、 JHF パイロット技能賞以上の取得者で、継続的にレスキューパラシュートのリパックを実施し、過去1年以内に20個以上のリパック実績のあるものとされ2010年現在で、全200人以上の認定合格者がいる。受験審査として、リパック実績ログの提出、試験内容としては、実技検定と学科検定の2つが実施される。検定内容は、 国際航空連盟が定める国際レスキューパラシュートリパック規定を満たす必要がある。日本国外メーカー、日本のメーカー、競技会としては国民体育大会の競技種目としてや日本オリンピック委員会アジアオリンピック競技会が主催する国際総合競技大会アジアビーチ競技大会の競技種目として行われるもの JHF が主催し、 日本航空協会公認記録として記録されるジャパンリーグスポーツグライダーシリーズなど公式大会国際航空連盟主催による世界選手権やアジア選手権など国際大会があるこれら公式大会の大会運営には日本の統括団体である JHF が当たっているその他にフライトエリア主催よる草大会や JPA 主催により JPA 会員のみで行う 独自の競技会及び JPA が積極的に協力している PWC などがある。JPA 主催競技会や PWC については JPA のウェブサイトを参照されたい。JHF によると1994年から5年間の死亡事故は年1件から6件。事故の起きるタイミングは多い順にランディング、墜落、テイクオフである。負傷部位は歌詞、過死 腰椎がほとんどである。キャリア10年以上の愛好家の事故も増えており、技能に習熟したとしてもリスクは解消されない状況である。事故率は他のスポーツと比較して高くないが事故が起きた場合は重篤な受賞になる危険性があるほか、結果として送電線の給電を止めさせてしまうなど、社会インフラに重大な影響を発生させる可能性もあるため、事前の慎重な検討。 準備が必要とされるスポーツである。日本の公衆制度は JHF によるものと茨城県の JPA によるスクール体制の二つがある。フライヤー登録は JHK 発足時日本航空協会の一分科会であった頃から続く自主規制の一環である。フライヤー登録には保険会社との保険契約が含まれており、すべてのフライヤー会員が保証の対象となるように、 第三者賠償責任保険を契約している。管理されたフライトエリアでフライトするにあたって登録は必須条件である。また JHF フライヤーはフライヤー登録、技能証、機材の安全性について管理運営する義務を自らに課す。パラグライダーは日本の国内法では法律上航空機とはならず法規制の対象外となり国家資格は存在しない。 しかし、安全を管理し、フリーフライトの権利を維持継続するため、JHF によって、国際的基準に基づいたライセンス制度を採用している。例明期には、多数のライセンスが乱立しその指導内容も、統一性を欠くものであったが、当時の運輸省、現在の国土交通省要請を、受け財団法人日本航空協会の指導のもと1986年に、 国際航空連盟に準拠した日本ハングパラグライディング連盟に農賞に一旦、集約された。しかし、法的拘束力のないものであったため、営利目的にライセンス発行事業を行う新規参入事業者のがその後も現れ1993年から1994年にはパラグライダースクール協会が2003年以降からは本パラグライダー協会が 協会独自基準によるオリジナルライセンスの発行業務を行っている。1986年以降の新規参入ライセンス発行事業者、国際航空連盟が発行するパラグライダーの資格は国際パイロット技能賞である。各国ごとで航空法は異なり、パラグライダーも航空機の一種類と定め、国家資格としている国もあれば、日本のように統括団体を設けて、 民間の自主ライセンスという形式を取るコにとより間接的な指導監督を行っている国もある。海外でフライトを希望するのであれば国際航空連盟国際ハングパラグライディング委員会が発行する国際パイロット技能賞を取得することが望ましいとされる。国際パイロット技能賞を取得すると国際航空連盟に加盟する世界100条の国々でフライトすることが可能となる。 なお、日本国で国際パイロット技能賞の技能賞を発行する権限を委譲されているのは統括団体である JHF のみである。JHF 技能賞は国際航空連盟国際ハングパラグライディング委員会が定める技能賞規定に基づいて発行されるため JHF への書類申請のみで国際パイロット技能賞を取得することができる。 JHF が発行するパラグライダーの資格。JHF はこのスポーツにおいて唯一国際的に有効な技能賞発行機関である。JHF の技能賞は国際航空連盟ハンググライディング委員会が定める技能賞規定について検定が行われており、国際的に認められたライセンス賞である。したがって JHF の技能賞は国際技能賞と呼ばれる。 一匹カードに書き換えることができる。また、ファイがカテゴリー1、世界選手権、ワールドやゲームズなど、カテゴリー2として認定する、国際大会に、日本代表として参加するためのスポーティングライセンスを、るには、JHF 技能賞が必須条件となる。実際の教習内容は、国際的に統一されたカリキュラムに沿って、指導されており、週1日から2日のペースで、 パイロット賞の習得までに、おおむね3年程度かかるのが、一般的である。かつて、大手輸入代理店が中心になって立ち上げた、パラグライダースクール協会が独自に発行していた、パラグライダーの資格。しかし活動を停止しておりこのライセンスで、フライト可能なエリアは、非常に少なくなっている。特定非営利、活動法人日本パラグライダー協会が独自に、 発行するパラグライダーの資格。詳細は特定非営利活動法人日本パラグライダー協会ウェブサイトを参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。